現代のアウディらしいデザインをまとい、動的能力を向上させモデルチェンジした A さん、英国編集部が評価しました。スタイリングを磨き込みスポーティに、1999年に販売が始まった、アウディ A 3スポーツバッグ、フォルクスワーゲンゴルフより、上級なハッチバックとして、その姿勢を初代から貫いてきた、モデルチェンジで4世代目へと進化を遂げたが、 サンドアはラインナップから落ちてしまった。しかし、デザイナーは5ドアのスポーツバッグのスタイリングを磨き込み、スポーティなイメージを維持させている。兄弟関係にある、フォルクスワーゲングループのハッチバッグと同様に、基礎骨格をなすのは多様な展開が可能な、MQB プラットフォーム、マイルドハイブリッドから、プラグインハイブリッド、フェブまで、幅広いパワートレインにも対応する。トリムグレードは、 欧州では、ベースのスポーツに始まり、テクニック、S ラインという3種類が用意されている。それぞれわずかだが見た目にも変化が与えられ、グレード間での差別化が図られた。テクニックと S ラインの場合、ヘッドライトクラスターに15個の LED を内蔵、グレードによって点灯パターンが異なり、光でも違いを表現する。S ラインでは、フロントバンパー両端に大きめに開けられたインテークに、 ハニカムメッシュが与えられ、見た目の迫力をプラス。往年のスポーツクワトロを彷彿とさせる3本のスリットもボンネットとバンパーの隙間に切られる。なお、新しい A3 の登場を記念するように、上級グレードのフォアシュプルングとエディション1も英国では提供されるイメージ一新のインテリアデザイン。 シャープさを増したルックスのアウディエさんだがドアを開くと一層イメージが大きく変化していることに既存ユーザーは驚くかもしれない先代のミニマリストな雰囲気のインテリアとは一線を隠している内装に用いられている素材はバリエーションが豊かになり上下に分割されたダッシュボードの造形は伸びやかで大胆だデザインは明らかに ドライバーフォーカス度を高めている。メーターパネルは10.25インチのモニター式が標準装備オプションで S3 に装備される12.3インチへ大きくすることも可能。さらに最新の MIV3 システムで稼働する。 インフォテインメント用の10.1インチモニターがダッシュボード中央に据えられるシステムは Apple CarPlay と Android Auto を優先で利用可能センターコンソールには USB の A ポートと C ポートの両方が用意されスマートフォンのワイヤレス充電機能も内蔵される多くの人が便利に感じられるはずアウディの上位モデルのように ダッシュボード中央のタッチモニターは二段重ねではない。エアコンの操作などには、実際に押せるハードボタンが残されており、場所を覚えやすく操作しやすい。タッチモニターやセンサー式より、運転中でも長時間視線を反らさずに触れることができる。筆者としては、 この組み合わせの方が好ましいと思う。推しのプログレッシブステアリング。近年にわ歌に意識が高まるサスティナビリティへの配慮として、シートクッションはペットボトルのリサイクル素材が用いられている点にも触れておこう。アウディによれば、1台分のシートで1.5リットルボトルなら45本分の素材を再利用している計算になるという、車内空間は全幅が広げられたおかげで、 前席側で6ト、mm、ル、後席側で3ト、mm、ル、肘周りの空間が増えている。また、頭上空間も、前席で7ト、mm、ル余裕が出た。少しでも広い方が、居心地はよく感じられると思う。加湿容量は、トノカバー下で380リットルと、仙台の A3 と同値。40、20時40分の分割式となる。 リアシートを倒せば1200リットルにまで拡大できる予習はこのくらいにして一般道に出てみようアウディエさんは以前からステアリングフィールの評価が高いとは言えなかっただが多くのユーザーが不満を抱くことのないダイナミックさを備えてもいたその特徴は変わらないただし試乗車には可変レシオのプログレッシブステアリングがオプションとして 装備されており、ステアリングホイールを切り、増ししていくほどに、ダイレクト感が増加。印象は、とても良かった。駐車時には素早くタイヤの向きを変えてくれ、タイトなコーナリングでは信じられないほど、意欲的にノーズを喰らいつかせてくれる。直進状態付近では、過敏に感じさせない設定も良い。市街地を中心に走るユーザーでも、 都市間移動を頻繁にするようなユーザーでもアップグレードする価値はあると思う。標準では速度緩応式の電動パワーステになる。この続きは後編にて。